まあ、今まではなんていうんですかね、全部同じ素材同じ形でできてたんですけど、まあ、ここがすごくウェーブになってるので、まあ、これはおそらく研究されて水と抵抗がなくなるようになっていく風になってると思いますし、僕自身、まあ、これはキャップは比較的柔らかいのですごく着心地もいいですし、またこのウェーブがあることによってすごく抵抗も減っているので、このいい感触で泳げることができます。はい、そうですね、これまでのシリコンキャップと違って頭の頭頂部にボコボコが、あるタイプです。まあ、このシリコンをつけることによって水の抵抗を、減らすことができます。で、特に感じやすいのはスタートしてから入水してからの時にすごくこう水はけがこう 頭でこう感じることができますし、まあ、特に僕なんかバタフライなのでこう呼吸をする動作が結構入ってくるんですけれども、その時にこう呼吸をしてから頭を水につける時なんかすごくこうスムーズに水の中に入りやすい構造になってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私はこういった、しましまの、シリコンキャップを使用させていただいております。こちらの特徴なんですけど、すごく、見ていただければ分かるんですけど、いいですか。中心から渦を巻いているような、模様が、シリコンキャップに、刺繍されていて、これが、水を頭の、頂点で感じられるような、仕組みになっていて、すごく、体の軸が通ってドルフィンキックが、打ちやすくなります。はい、ソフトなんですけど、ここにウェーブがあることであまり緩くなりすぎず、頭をしっかりサポートして、抵抗がないような気がします。